夏が来た。28日、気象庁は関東地方の梅雨が明けたと発表しました。梅雨が明けた後、29日と30日、東京は晴れ、とても暑くなりました。これから本格的な夏が始まるはずですが、今日は昼間は晴れて暑くなりますが、夜は雨が降る見込みです。1日と2日も雨が降りそうです。本格的な夏が始まるのは3日以降になりそうです。日本で夏といえば花火。夏の間、全国各地で花火大会が行われます。昨日は東京で隅田川花火大会が行われました。約2万発の花火が打ち上げられました。そして95万人が会場に集まりました。また近年、夏といえば熱中症。今年は7月24日までにすでに2万人以上が熱中症で病院に運ばれました。